アロンドラ・デラ・パーラアロンドラ・デラ・パーラはメキシコの指揮者。フィルハーモニック・オーケストラ・オブ・ディ・アメリカスの創設者及び芸術監督を務める。メキシコ観光省文化大使。小説家、脚本家の父と社会学者で教育者の母の下ニューヨークに生まれる。彼女が2歳の時にメキシコに移住する。7歳でピアノを、13歳でチェロを習い始め、 その頃に指揮者を志すようになった。15歳の時にイギリスの寄宿学校に学び、メキシコに戻るとメキシコシティの音楽研究センターにて作曲を学ぶ。さらに19歳の時にニューヨークに移り、マンハッタン音楽学校に通う。そこでピアノをジェフリー・公演に指揮をケネス・キースラーに指示する。ニューヨークでは指揮者の助手を務め、遊びも趣味もべて犠牲にして、 勉強をしてきたと語るほどの努力の会もあって、客0円で全米各地のオーケストラを指揮するに至った。2004年、23歳の時に、ニューヨークを本拠に、世界20カ国以上の若手演奏家からなる、フィルハーモニックオーケストラオブジアメリカスを創設した。ポアでは、ニューヨークにて、定例コンサートを開いているほか、メキシコツアーなどを行っている。2005年、 バーモント州のアメリカ音楽祭の音楽監督に就任する。2010年 CD デビュー。ポアとの共演でミアルマメキシコナをリリース。2011年9月初来日。ジャパンビルト・オーゾシンフォニー・オーケストラを指揮する。2012年9月2度目の来日。東京フィルハーモニー交響楽団を指揮、バンドネオン奏者、三浦和馬と共演する。近年、 客演円で指揮した主なオーケストラに、ニューワールド公共楽団、ダラス公共楽団、ヒューストン公共楽団、サンフランシスコ公共楽団、フェニックス公共楽団、サンアントニオ公共楽団、ロスアンジェルス室内管弦楽団、エドモントン公共楽団、ロシア国立公共楽団、サンパウロ公共楽団、メヒコ州立公共楽団、ワシントンナショナルオペラなどがある。 ありがとうございます。